はいはいはい、顔出して顔出して、はい、タッチに掴まれて、になるように薄いところがあると薄いところから割りやすくなっちゃうので、できるだけ同じ厚みでまっすぐ、でこれからは先は形の方を作っていってほしいんですけど、ろくろ回ってるので遠心力もつけて広げるの、広げたりしないようにまっすぐ、2番、ずっと2番、これ感じですね。そしたら糸を通してもらってこちらの方、これ一番最後でいい、持ち上げるとこれが完成という形になります。はい。